大型で強い台風15号ですけれども、今週後半、小笠原諸島の東の海上まで北上してくる見込みです。まず現在の雲の様子をご覧ください。現在ですけれども、台風15号の雲の渦巻き、こちらがマリアナ諸島にあります。小笠原諸島がこちらでして、まだ比較的離れている段階なんですが、この後台風は発達しながら北上してくる予想です。この後の進路を見ますと、しばらくは北方向に進みます。そして木曜日頃からだんだん北東方向に進路を変える見込みでして、こちら小笠原諸島の東の海上を、台風の中心が通過する可能性が高くなっております。でこの図でいきますと、小笠原諸島は、暴風警戒域に、ギリギリこの入るかどうかといったレベルですけれども、今回の台風すでに大型台風となっておりまして、強い風の領域が広いです。しかもですね、13日の勢力を見ますと最大風速が50メートルと、非常に強い勢力で小笠原諸島の東の海上を通過するものとみられます。このため風の強まりに対して注意が必要ということになります。そして波です。波に関してはより早いタイミングから高くなる予想です。こちらがあさっての午前9時の波予想です。小笠原諸島がこちらでして、あさってになりますともう4メートル以上のしけ模様ということに変化をします。そして13日になりますと、台風の北上とともにより波が高くなりまして、小笠原諸島では大しけということに変化をします。この後台風が遠ざかっていく14日にかけてもまだまだ海は大荒れの状況になりますので、海には近づけないというようなレベルの荒れた状況ということになります。波に警戒をいただきまして、強風に注意をしていただきたいと思います。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。